まさしく最強のフォームですよ。特徴的なデザインをね、細かく再現しております。拡張パスセットにはバナスピアが付属しています。ボリューム感もあって迫力しっかり出てますね。バンダイマニア、バンマリ上陸、りっくんです。いつでもフルスロットル、つぐびです。イレニーです。に今日紹介するのはこちら、衝動ダブルクロス仮面ライダー7です。はい、衝動ダブルクロスに第7弾が登場しました。来ましたね。6弾の仮面ライダーディケイドに続いて、ついにね、はい、コンプリートフォーム登場してますよ。もうカード貼り付いてますね。すごいよ。しかも仮面ライダーディエンドまで登場してるということで、ゲイドに登場する2号ライダーの仮面ライダーゲイドも登場しております、はい、その他にも仮面ライダー01から仮面ライダーバルキーラッシングチーター、はい、さらにあれいます、仮面ライダーバロン、はい、来ましたね。私の大好きなバロンが登場してくれました、うん、仮面ライダーバロンは私があの仮面ライダーを好きになったきっかけのライダーでもあるので、うん、思い入れが半端ないです今日は。いや、そうですね、人それぞれ好きなライダー違いますから、すぐにもバロン大好きですから、これはもう嬉しすぎますよね。嬉しい。他にもね、アポロガイスだったりガメル、そして拡張パーツセットもたくさん収録されているということで、うん、もうね、今回も激アツなラインナップになっております。今回も1体ずつ詳しく紹介していきたいと思います。それでは早速やっていこう。バンマニラインナップは、仮面ライダーディケイドコンプリートフォーム、仮面ライダーディエンド、仮面ライダーバルキリーラッシングチーター、仮面ライダーバロンバナナアームズ、アポロガイストディケイド、ガメル完全体、拡張パーツセットになっております。では一つずつ見ていきましょう。まずは仮面ライダーディケイドコンプリートフォームを見ていきます。はい、6弾の仮面ライダーディケイドに続いてコンプリートフォームがね、登場しました。まさしく最強のフォームですよ。胸の部分しっかりね、仮面ライダークウガから仮面ライダーキバまでのね、カードがありまして、このね、頭の部分に仮面ライダーディケイドコンプリートフォームのカードがね、あるんですよ。このデザインすごくないですか。もうね、僕は初めて見た時衝撃を受けました。体中にカードをまとったこのフォーム、今見ても衝撃的ですね。早速ね、見た目を詳しく見ていきたいと思います。まずはこの頭部を見てください。先ほども言った通り、仮面ライダーディケイドコンプリートフォームのカードが頭についてまして、複眼の部分を見てください。マゼンタのカラーリングがメタリックで表現されております。通常のディケイドはグリーンのメタリックだったと思うんですけど、パワーアップしてマゼンタの複眼になっております。ディケイドといえばね、マゼンタっていうのがね、あるんでね、やっぱりかっこいいですね。ちゃんとね、黒とシルバーの色分けもしっかり細かく作られております。緑の部分のね、色分けも細かいですね。そしてなんといってもですよ、胸にあるライダーカード、もうね、すごいですよ。クーガー、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレイド、ヒビキ、カブト、デンオ、キバ、全員並んでおります。9つの世界をね、巡って手に入れた力ということで、まさしくね、最強の風格が現れております。そしてベルト部分、ベルト部分には K タッチが装着されておりまして、こっちのね、右腰にディケイドライバー、さらに左腰にはライドブッカーが装着されております。しかもめちゃくちゃ細かいんですけど、 K タッチのこのね、真ん中の部分見てください。クーガからキバ、そしてね、ディケイドのライダーズクレストがね、デザインされているんです。ちゃんとね、 F と C のアルファベットもね、デザインされているので、非常に細かく作られております。ベルトのね、全体的なボリューム感もね、やっぱね、かっこいいですよね。パワーアップしたのが伝わります。手や足にもね、シルバーの塗装がされているので、非常にね、細かく作られております。そして手首パーツは、今つけているものを合わせて8個付属しております。せっかくなのでポージングをやってみたいと思います。はい、ポージングができました。今回は拡張パーツセットに付属しているライドブッカーソードモードを持たせてみました。いいですね、仮面ライダーディケイドといえば剣をね、触るような動きをよくやってましたよね。衝動ダブルクロスではこのようなポージングができちゃうんです。次は仮面ライダーディエンドを見ていきます。仮面ライダーディケイドに続いて仮面ライダーディエンドが登場しました。やっぱりね、仮面ライダーディケイドの相棒といえば、まあね、いろいろありますが、ディエンドですよね。いや、このラインナップは非常に嬉しいです。早速ね、見た目を見ていきたいと思います。まずはね、顔から見ていきたいと思います。ディエンドといえばやっぱりね、このバーコードがね、顔から飛び出ているかのようなデザイン、特徴的なデザインをね、細かく再現して
しております。バーコードのような装飾の一つ一つが大きさがね異なっているのも細かいですよね。外側の部分にはしっかりね青い塗装が施されているんです。これもね非常に細かく作られております。そして真ん中の部分を見てみてください。造形だけでなくシルバーのね塗装も施されているのでこだわりを感じますよね。続いてボディを見ていきたいと思います。やっぱりねディエンドといえばこのね厚みのあるボディですよ。肩の部分もね非常にボリューミーになっております。そしてねディエンドの特徴の一つでもあるこのゴールドの2本のラインですよ。これもね衝動でしっかり再現されております。そして下半身を見ていきましょう。個人的にねこの青いねラインですよ非常に好きなんですよね。ディケイドと対照的でねシアンのカラーリングになっているのがかっこいいですよね。まさしくね仮面ライダーディケイドに登場する2号ライダーをね表していますよね。ベルト部分も細かくね仮面ライダーディエンドのライダーズクレストが描かれておりました。サイドにはしっかりねカードを取り出す際に使うホルダーもね付属しております。いやーこれはね今回ラインナップされているコンプリートフォームだけでなくてね通常のね仮面ライダーディケイドと並べたくなりますね。そして拡張パーツセットを使ってポージングをやってみました。今回使用しているのはネオディエンドライバーです。ネオディエンドライバーといえばねこのシアンのカラーリングですよね。通常のねディエンドライバーとはまた違ったカラーリングになっているので仮面ライダージオに登場した時の仮面ライダーディエンドを再現することができちゃいます。続いて仮面ライダーバルキリーラッシングチーターを見ていきます。はい仮面ライダー01から仮面ライダーバルキリーラッシングチーターがラインナップされました。劇中ではねエイムズの隊長である八重葉ヨアがね変身していましたよね。仮面ライダーバルキリーは女性ライダーということでしっかりね女性らしいプロポーションを衝動ダブルクロスでも再現していますよね。ラッシングチーターのプログライズキーを使っているということでねチーターのようなねデザインになっております。このね獣のようなね頭の装飾そしてね複眼のデザインかっこいいですよね。さらにですよこのオレンジの光沢感めちゃくちゃ再現度高いですよね。エイムズショットライザーで変身しているライダーはね左右非対称なねデザインが特徴だと思うんですけどちゃんとね右半身がオレンジになっていて左半身がホワイトそしてシルバーになっているのもポイントが高いですね。このね胸から肩にかけてのねチーターのような模様も立体的になっていて非常にねスーツデザインに近い作りになっております。さらにね腰にはエイムズショットライザーを装着しております。このように取り外しが可能なので劇中のように武器として使っているシーンも再現することができます。仮面ライダー01そして仮面ライダーバルカンをね持っている人はぜひ3人の仮面ライダーを並べてみてください。次は仮面ライダーバロンバナナアームズを紹介します。仮面ライダーバロンがついに衝動ダブルクロスに登場してくれました。ありがとう。バロンといえば赤いカラーリングに金と銀の配色が特徴的ですよね。この金銀の部分はメタリックの彩色で表現されているので劇中さながらのカラーリングになっています。劇中でもキラキラ輝いてたんですけど角度を変えることでさらにこのアーマーの輝きが引き立ちます。仮面ライダーバロンは和風テイストだったガイムとはちょっと対照的で西洋の騎士っぽいデザインになってるんですけどこの重装甲をまとった姿がかっこいいんですよね。特にこの胸アーマーはこの頑丈な感じになっていて一段一段大きさが違ったりとかこの立体的な感じも再現されているしちょっと個人的に好きなのがアーマーの底の部分がこう斜めにカットされてるんですよ。これがちょっと劇中のまま再現されてるので嬉しいですね。さらにこの肩の鎧なんですけどバナナのモチーフらしくこう大きくドーンとバナナを背負ったような感じのデザインになってるんですけどこれも一段一段実は立体的に造形されてるんですよ。こういう細かいところまで再現されているのがファンにはたまらないです。そしてこの仮面ライダーバロンのこのインナースーツ見てほしいんですけどこの小さなデコボコ感までしっかり造形されてるんですよ。この部分もメタリック塗装になっているので劇中さながらのギラギラ感というかかっこよさがとても再現されています。この腕や太もものこのアーマーのデザインもしっかりと細かく造形されています。そして次にこのバロンのマスクを見てほしいんですけどバロンのマスクはゴールドとシルバーの部分が互い違いにデザインされているんですけどそれもしっかりと塗装で色分けされているのがとても細かいんですよ。仮面ライダーバロンらしいこのキリッとした凛々しい表情がとても再現されていてたまらなくかっこいいです。以前の衝動ダブルクロスには仮面ライダーガイムオレンジアームズが収録されていたのでガイムとバロン隣に並べて一緒にポージングさせてみたくなりますよね。そして拡張パーツセットにはバナスピアが付属しています。仮面ライダーバロンには欠かせない武
時なので皆さんもぜひ持たせてポージングさせてみてください。次はアポロガイスとディケイドを紹介します。仮面ライダーディケイドから3体目の収録でアポロガイストがやってきてくれました。こちらはもちろん完全新規造形となっています。昭和仮面ライダーの X に登場した時は真っ赤なカラーリングだったんですが、ディケイドに登場したこのアポロガイストはワインレッドのような感じで深い色になっているのがまた違いがあってかっこいいんですよね。そしてアポロガイストといえばこの大きな白いマントですよね。しっかりこうシワ感が造形されていることによって動きのあるマントが表現されてますね。そしてこの腰につけたベルトとバックルにも細かくデザインが施されているのがすごいいいんですよね。中心の部分も太陽のようなデザインになっていてアポロガイストならではのデザインになってますよね。そして顔を見ていくんですが、このアポロガイストといえば四角形な形の目のデザインが特徴的ですよね。仮面ライダー X の世界から来た殺人マシーンっていうだけあって、このちょっと冷たい表情もまたかっこいいんですよ。拡張パーツセットに付属されているパーツを使うとこんな感じでスーパーアポロガイストにパワーアップさせることもできちゃいます。通常の状態とはまたガラッと違った見た目になるし、武器パーツもたくさん付属しているので皆さんもいろんなポージングで楽しんでみてください。次はガメル完全体を紹介します。仮面ライダーオーズに登場するグリード、ウバ、カザリに続いてガメルもね完全体の姿で登場しましたよ。いや重量系のグリードらしいね。あ、圧倒的ボリューム感、かっこいいですよね。迫力出てます。さらにですねこのサイズ感なんですけど、しっかりね細かく造形もされているので詳しく見ていきましょう。まずね顔の部分はサイの角のような造形だったり、鼻はね象のデザインになっています。そしてねゴリラのモチーフでもありますので、この屈強なボディね、たくましいボディになってますよ。分厚くね造形されているのでボリューム感もあって迫力しっかり出てますね。はい、そして右腕にはサイをモチーフにした武器がついていて、左腕にはゾウをモチーフにした武器になっています。そしてねグリードを象徴とするねこちらのベルトもかっこいいんですけど、個人的にちょっと好きポイントがあるんですけど、腰周りの牙鋭く造形されてますし、しかもこれ立体的になってるんですよ。細かくね再現されているところも嬉しいポイントですよね。そしてこちらのね足周りのパーツは柔らかい素材でできているので、こういった風に少し可動もするので足元のポージングがね幅広くできるようになってるんです。すでに登場しているグリードと一緒に飾って楽しみたいですね。続いて拡張パーツセットを紹介します。はい、拡張パーツセットも豊富なラインナップになってます。まずはライドブッカー、ソードモード、ガンモードの2種類ですね。仮面ライダーディケイドが使用する武器になってます。ポージングによって付け替えて楽しみたいですね。そしてねディエンドライバーを見ていきましょう。こちらはですね仮面ライダーディエンドが変身そして武器として使用するアイテムになっています。そして仮面ライダージオー登場時に使用していたネオディエンドライバーも収録。先ほどね仮面ライダーディエンドに持たせたんですけど、こちらの拡張パーツセットに付属しています。そしてねアタッシュショットガンもついてますよ。仮面ライダーバルキリーに持たせてね楽しみたいなと思います。そしてこちらのバナスピア、いやしっかりね長さもあってボリュームもある、これはね仮面ライダーバロンに持たせてかっこよくポージング決めたいですね。はい、そしてアポロショット、ガイストカッター、アポロフルーレ、スーパーアポロガイスト頭部。はい、アポロガイストだけでもねこんなにたくさんラインナップされてるんでね、これはもうめちゃくちゃ遊び込めますよ。楽しみですね。そしてですねスーパーアポロガイストへのパワーアップ再現はねもう絶対欠かせないですよね。こちらのパーツを使った再現はショート動画でも公開するので皆さんも参考にしてみてください。バンダイマニア、今日は衝動ダブルクロス仮面ライダー7を紹介しました。はい、今回もね激アツなラインナップ、そして、めちゃくちゃクオリティ高かったですね。はい、ちょっとまずは個人的に、はい、仮面ライダーディケイドに登場するディケイドディエンド、そして、アポロガイスト、いやいやいやかっこよすぎます。特にねちょっとディケイドとディエンド、やっぱこの2人一気にラインナップされてるということで、ちょっとね最終回で披露したあのね必殺技、これね一緒に並べて再現したいなって思いました。仮面ライダーバルキリーもやっぱりちょっと女性としては女性ライダーがラインナップされるのは嬉しいし、もうやっぱり仮面ライダーバロンもう待ってましたっていう、はい、めちゃめちゃ待ってたので、仮面ライダーガイムも私ちょっとすでにゲットしてるので、これはもう並べて飾りたいなと思います。はい、ガイム、ザンゲ、そしてバロンですから、3体揃っちゃうんですね。そうですね、いやいやいや、これはね楽しみですよね。そしてねグリードのガメル完全体で登場しましたよ。サイ、ゴリラ、ゾウ、この圧
倒的迫力、うん、いやかっこいいよね。これすごいめちゃめちゃ細かいよね。すごい、そう確かにびっくりした。迫力あるのに造形も細かいっていうね、うん、うん、そして拡張パーツセットもラインナップ豊富で、すごいですね、うん、特にちょっとバナスピアサイズ感だったりカラーリングも完璧だよね。いやこれはもうかっこいいね。だしやっぱ個人的にちょっとアポロガイストも実は好きなんだけど、もうこんなにさ武器とかさ、しかもスーパーアポロガイストにもなれるっていうのがちょっと嬉しいから、うん、もうこれは絶対ゲットしたいね。ぜひねこちらのフィギュア、そして拡張パーツ合わせてゲットしてみてください。衝動ダブルクロス仮面ライダー7は3月11日発売予定。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。